おっしゃ来たぞー、パルスコットジュニア、バレんなよ。いやーい、よっしゃー来たね、ちっちゃいけどトップウォーターで釣られちゃったね。はい、パルスコットジュニアに、ちっちゃいけどね、元気な夏バスくん。いやー、遠くでもね、この色視認性が良くて、で、何回かね、投げてて、追ってるなーって感じがあったんで。はーい。ね。じゃあ、逃がしてあげまーす。小ぶりだけどね、元気な夏バスくんでした。はい。はい、というわけで帰ってきました。これね、デプスのパルスコットのジュニアサイズ。ね。これ、夏のこういった時期にね、そろそろ、気持ちよく釣れちゃうんじゃないのなんて思ってですね、ボックスから出して投げてみたところ、ちょっと小ぶりながらね、いいバスが釣れてくれたよっていうことで、まあね、使ってみての感じなんですけども、あの往年の名作ね、ポップ X なんかとこうサイズ感がすごい似てるなーなんて思ってね、すごいね、あの入り込みやすかったというか、こう投げていてですね、あー、この感じこの感じなんていう風にね、初めて使ったのに感じさせてくれるルアーだったなということで、まあ、今回はですね、こういう感じのタックル、ジニアスプロジェクトのグラビアスにロデオクラフトホワイトウルフの17ポンドってね、ちょっと固めの竿に、あのフロロカーボンの16ポンドっていうね、こういったタックルだったんですけども、まずね、このリールがね、あの深溝スプールと浅溝スプールってついているんですけども、これ深溝26ポンドって別にウェイトオフィネスな感じとか軽いもの投げるのに特化した仕様には今してないんですけども、重めのねブルフラットとかそういったのバチコンって投げる仕様なんですが、こういったね、サイズのルアーも非常に快適に投げやすくてですね、まあで竿もね、ちょっと固めの張りのあるやつなんで、本当だったらね、もっとね柔らかいね、竿で、こうネチ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 、楽しめればなっていう感じなんですが、あんまりこうやっぱおかっぱりだとタックルもいっぱい持っていけないですからね。これなんか本当ジグストとか、あ、なんだろう、そうですね、ライトテキサスとか、そういった重めのね1オンス近いね、ワームを操ってバチコンとかけに行くセッティングなんですが、そんな時でもですね、まあ、リールがだいたい1個で何でもいけるよっていうね、真ん中ぐらいのギア比とそんな感じでちょっと強めのタックルだったんですが、まあそれで投げたところね、反応してくれた。ポイントはこう動画でも言ってるんですけど、手首をなんか柔らかく使ってあげて、チュプッチュプッっていうね、このポッパーの小さな繊細なポッパー特有の優しいアクションをね、手首を柔らかくすることによって出してあげるみたいなのがいいんじゃないかななんて思いますけども、でこれね、反応、まあ、かけたのはね、あの一匹かけた動画なんですけども、あれ以外にもね、結構ね、あの反応が良くて、あ、見に来たとか、加えたなんていう、あ、かかんなかったっていうのは実はあったんですが、なんだろう、ポコポコってした後に止めてるね、ステイの時にね、すごいよく反応が良かったななんていう風に思いますので、そういったところでこの中にあるこのスプリングウェイトが中に入っていて、こうボヨヨンボヨヨンってほんと微妙な、ね、微細な波紋みたいなのを出してくれるっていうことなんですけども、そこら辺もまあ効いてたんじゃないかな。何にしてもね、あの小型サイズなんだけど投げやすいなっていうのがあって、なんかここら辺に入れたいってとこにね、スパンスパン入ってくれるっていうのがあったんで、一発でお気に入りのルアーになっちゃいました。でね、実はですね、これでパルスコットでジュニアサイズですね、釣って、あれ、これパターンっぽくなるかなと思って投げ進んだところですね、またね、結構ね、いい魚が釣れちゃったので、それはね、またね、別でまとめていきたいと思います。というわけで、本日の釣り子 TV はですね、このデプスの2019年の目玉のこのジュニアシリーズね、ね、いろんなサイズの小型なやつがどんどん登場しますが、まずはですね、パルスコットジュニアね、このジュニアサイズで、可愛いバスが釣れて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。